焼きを飾る大役を務めたのは、さあ皆さんを夢の世界アートオンアイスへご案内します、スーパー小学生本田美優ちゃんです。笑って踊って転んで飛び出そう、毎週日曜放送の子ども向け英語教育番組モジーズ&ユーに出演中の美優ちゃん、数々のドラマやバラエティ番組に出演するため自宅のある関西と東京を往復する毎日。そんな美優ちゃん、アートオンアイスで大役を務めることになったのは単に有名子役だからというわけではないんです。実は彼女、フィギュアスケーターという一面も持っているんです。下で半回転して後ろに止めて、練習してるのはダブルアクセルを練習してます。フィギュアスケート歴6年、去年12月には京都で開かれた大会でなんと優勝してしまうほどの実力。すごく嬉しい。世界中のフィギュアスケーターたちが憧れる大舞台、ゲストとして選ばれた美優ちゃんもさすがにちょっぴり緊張気味。そんな彼女に本番当日嬉しい出来事がありました。なんと美優ちゃん、アートオンアイス公演初日が9歳の誕生日だったのです。になった時に今度はジュニアチャンピオンとかになって一緒に出れるようにお互い頑張りましょう。おめでとうございます。今日のこのお誕生日がアートのアイスで思い出に残るようなアイスショーにしましょう。これからも女優、そしてスケート、スタッフをたくさんできるように頑張ってください。今日が一番幸せな誕生日で、もうすごい嬉しいで、ありがとうございます。先輩たちからのサプライズに緊張もすっかりほぐれた様子。さあいよいよ本番、みゆちゃん意気込みは？みゆの新しい曲は街売りの少女なので、こう悲しいところとか表現を見てもらいたいなと思います。女優として表現力では負けられません。将来の夢はスケート選手になることですか、それとも女優になりたいですか？大きくなったらどっちか決めたいけど、今はどっちもできる、滑って踊れる女優さんになれるように頑張ります。